ランゲンツェン中心部。左から、郷土博物館、修道院、旧市庁舎ランゲンツェン、ドイツ語、ラン軍前、ドイツ語発音、ランティ TSN、周辺地域では、ランガドソンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケン行政管区のフィルト群に属す市である。フィルト群唯一の下級中心都市として、ランゲンツェンは特に軍北部の上級学校の所在として、 中心的な重要性を持つ。この集落は、東を流れるレグニッツ川に注ぐ多くの川の一つで、ある前川沿いに位置している。この川や大きめの小川が、ランガウと呼ばれる、緩やかに波打つ、丘陵地を形成している。集落中央部の高度は、海抜312メートルである。南部では、海抜427メートルのディレンベルクが、市境に接している。 ランゲンツェーンは地質学上フレンキシェスコイイコールリアスイコールラントのミッテルフランケンボンチに位置している。ツェン側の川床沿いに中央部はギプスコイパーのレールベルク粘土層、南と北はサガンコイパーのブラーゼンサガンが伸びている。建築資材としてのサガンもレンガ製造のための粘土も中世から採掘されている。ランゲンツェーンは ニュルンベルク大都市圏の一部であり、ミッテル・フランケン工業地域計画地域に属す。大都市フィルト市、エアランゲン市、ニュルンベルク市へ良好にアクセスできる。地域面積は4633ヘクタールである。2017年現在、49.1%が農業用地、29.1%が森林である。住宅地、産業用地は10.6%。 交通用地は6.1%である。ランゲンツェーンは、公的には23の市区からなる。この他に、かつての集落、ファルマイステライ、ノイミューレ、ハイナスドルファーミューレも含まれる。現在の地域における集落を示す、最も古い証拠は中石器時代のものである。主に矢尻や小さな道具からなる、この時代の出土品は、ハルトグラーベン、シュティンツェンドルフ、 エルラハスキルヒエン、ビッティングホーフから発掘された。新石器時代に定住が始まったことで、農業用の開墾が行われるようになった。濃密な森が工作地に変えられていった。この頃の様々な石器矢尻や道具が発見されており、郷土博物館で見ることができる。ランゲンゲツェンの地域内に、ハルシュタット時代の墳母が13基発見されている。これは、 この時代から比較的密集した定住地が築かれていたことを推測させる。徹底的に調査がなされた墳墓がハルトバルトにある。1896年にビルヘルム・ベルネットが率いるニュルンベルク自然史協会が発掘したものである。この墳墓は直径30メートル、高さ2.5メートルで主にきれいに積み上げられた砂岩の角石で作られている。この石は 一時間ほどの距離にある採石場で切り出されたものである。これには1,100回の運搬が必要であったと推測されている。この調査の後、墳墓は完全に整地された。石材は道路の修繕に転用された。防衛施設を持つ、したがって継続的な集落の証拠は、1980年にマルクト広場で発掘された多くの柱である。 この柱は鳥居や修立、ライン博物館によって497年のものと推定された。ランゲンツェーンは中世世紀に市場町に隣接する王宮に発展した。市場町は903年にルートビヒ4世がその他の所領とともに全名を市境エルヒャンバルトフォンアイヒシュテットに移譲した際に記録されている。集落名は川の名前に由来する。 それは、アングロサクソン語のダーニアンに基づいている。954年6月16日に、ドイツ王夫一世は、シナムで大規模な諸公会議を開催した。この諸公会議の目的は、息子のリュードルフ、マインツ大司教、フリードリヒ、ロートリンゲンココンラート、及びその多数人の貴族の無本を集結させるためで、あった。オッの弟バイエルンハインリヒ一世は、 反逆者たちが侵攻してきたハンガリー軍と協定を結んでいると主張したが、リュードルフはこれを否定した。会議が進むにつれ、フリードリヒとコンラートは王に屈服したが、リュードルフは夜間に逃走した。その後彼は、レーゲンスブルクで、オットーに捕らえられ、降伏した。こうして国内が再び統一されたため、五十五年八月十日のレヒフェルトの戦いでオットーは、 ハンガリー軍に壊滅的な打撃を与えることができた。最高位の王国貴族とその随員をもてなすことができたという事実だけからも、当時のランゲンツェーンの経済力が低いものでなかったことが推測できる。ランゲンツェーンは、1021年に、ハインリヒに西洋によって、ヘルツォーゲンアウラ派とともに、バンベルク大司教に寄進された。彼は、この直前に、 チャンラットハクからこの地を取り戻していた。それ以前の所有関係は明らかでない。13世紀、ニュルンベルク城クは、その支配地域を勢力的に拡大していた。ランゲンツェンも1248年頃に、ソレルン家の所有となった。これに伴って、しばしば行政、司法の拠点として利用されていた、この地域に、新たな行政区画が設けられた。ランゲンツェンも、 独自のアムトの所在地となった。この集落は、オーベルンチェン、ウンテルンチェン、チェンハウゼンと区別するために、13世紀に初めて、ランブンセンと表記された。その後、ランゲンチェンは、市場開催権も獲得した。ランゲンチェンは1360年頃に、都市権を獲得した。この頃に、重罪刑事裁判所がカードルツブルクからランゲンチェンに移転した。 これによりこの町は以前から横領として保持していた下級裁判権の他に上級裁判権も有することとなった。これに基づきランゲンツェンで重大な犯罪が裁かれ死刑が宣告され執行されたと推測される。ランゲンツェンの東に位置するガルゲンベルクが今でもこれを想起させる。この上級裁判所の責務と運用についてはグロンデンバーガ社 N ペインリージ N ハルスグリッチツワドトナンに規定されている。これは、ブランデンブルククルムバッハ編共白カジミールと、ゲオルクがバンバーギス県ペインリカンハルスグリッチツワドトナンに、習って交付したもので、後に、皇帝カール5世が1530年のアウクスブルク帝国会議で交付したカロリーナ、刑事法典により保管された。この頃も多くの裁判が行われ、禁止相関、誤殺、窃盗、 謀殺により死刑が宣告された。1569年から1592年までの間に12件の魔女裁判が行われ、10人の女性と1人の男性が魔女、悪魔として家計に処された。本氏は皇帝カール4世から1361年1月20日に家兵中蔵権を授けられた。これにより、乱ンンェンは中世都市のすべての特権を得て、 この地域の重要な中心的都市となった。1382年、ランゲンツェンに病院が設立された。病院の建物の現存する最も古い部分は1536年に建設された南の本翼部分である。創設者はおそらく当時バンベルクの聖堂参事会員であったヨハネス・フォン・ゼッケンドルーフである。都市戦争の間、 ランゲンツエンは1388年に興奮する軍隊によって焼き払われた。1280年に建設されたマリエン教会も完全に消失した。教会跡から救出された木製のマリア像だけがススで黒くなったものの無傷であった。こうしてこの黒い聖母は宗教改革の後も1580年まで巡礼の目的地となっていた。 この像は1842年に売却され行方は分かっていない。1414 14年付の文書が偏境博から指名されたフォークトがランゲンツェンにいたことを証明している。この都市大管区にはランゲンツェン自身の他にブルクグラーフェンホーフ、デュルンブーフ、デュルンファルンバッハ、ハイナースドルフ、ホルバッハ、カイデンツェル、キルヒファルンバッハ、ラウベンドルフ、ローエ、 オーバーウルゼンバッハ、ラインドルフ、レッツェルフェムバッハ、ゾイケンドルフ、ジーデルバッハ、カイツブロンが含まれた。1464年にアムト・カードルツブルク、アムト・ランゲンツェーン、アムト・ロースタールがオーバー・アムト・カードルツブルクに統合された。この中で、ランゲンツェーンは都市圏を有する唯一の都市であった。30年戦争では、ティリーハク、バレンシュタイン、 オクタビオピッコロミーニに引き入られた軍隊がこの地域を通過した。本市はたびたび略奪を受けた。多くの住民がニュルンベルクへ逃げ出した。戦後ここに定住したオーストリアの亡命者は特に最低住に貢献した。フォークタイ、ランゲンセ路の地図1720年の大化で1612年に建造された視聴者が犠牲となった。新しい 現存する視聴者は1721年から1727年に建設された。18世紀の終わり頃ランゲンツェンには約150個があった。高等裁判所はブランデンブルクアンスバッハ公領のスタットフォーク対ランゲンツェンの役割を担っていた。統治権はランゲンツェン市議会が有していた。土地所有権は ブランデンブルク・アンスバッハ公領のカステンアムとカードルツブルクとクロスターアムとランゲンツェーンが有していた。カール・アレクサンダー編共博は1791年にバイロイト公領とアンスバッハ公領をプロイセン王国に売却した。これに伴う行政、司法改革によってランゲンツェーンは1797年に都市大管区と重罪行政裁判所を失った。 これらはカードルツブルクの司法局と官房局に置き換えられ、これによって初めて行政と立法が分離された。しかし一方で、ランゲンゲ乱玄ンは軍直轄都市として新設のシュバーバッハ軍の直轄下に置かれ、特別な地位を保持した。市は都市裁判所、司法長官、警察長官も有していた。1800年頃の乱玄ン,ン,ンを描いた。 同伴がプロイセンが第四次退伏、大同盟戦争でナポレオンに敗れたため、1500年からフランケン帝国クライスに属していたアンスバッハ公領は1806年にバイエルン王国領となった。市町村例に伴って1808年にシュトイアーディストリクトランゲンツェーンが設けられ、アリツベルク、ガウフスミューレ、ノイミューレ、ローミューレ、バーゼンミューレがこれに属した。 数年後に、この朝税区と同じ範囲をその領域とする、マギストラート第3クラスのムニチパルゲマインで、ランゲンツェーンが創設された。このゲマインでは、行政と司法はカードルツブルク地方裁判所、財務行政はレントアムとカードルツブルクが管轄した。これにより、軍直轄権と都市裁判所を失った。ランゲンツェーン側から、王立のアム島を取り戻そうとする。 様々な試みがなされたが、成功しなかった。1862年からランゲンチェンは、ベツイルクスアムトフィルトの管理下に置かれた。裁判権は1879年までカード、ルツブルク地方裁判所が保持したが、1880年から1931年3月1日まで、カードルツブルク区裁判所、それ以後はフィルト区裁判所が管轄した。財務行政は、 1929年1月1日にフィルト財務局に引き継がれた。この町の当初の面積は11.681平方キロメートルであった。1865年に鉄道ビュルツブルグのイシュタットフィルトニュルンベルク線が開通した。これにより通り抜け交通が増加し、それに伴い渡し橋税や通行税が町の収入となった。 これ以後ランゲンツェーンは重要な交通の拠点となった。1850年には約5600台の車両がこの街を通過した。ランゲンツェーンでも19世紀後半に工業化が始まった。ランゲンツェーンは1878年に電信網、1901年に電話網に接続した。1848年に石油ランプによる外灯が使用され、 1911年2月9日に電力網が結ばれた。最初の上水道は1862年にこの町まで延長されたが、1895年から1905年に拡張する必要があった。この時代の経済発展の支柱はレンガ製造であった。それにもかかわらず、レンゲンツェーンの経済ファクターはフュールトやニュルンベルクに大きく遅れていた。ランゲンチェーンは 19世紀初めのアンスバッハ高領の最も重要な都市の一つから1920年代にはミッテル・フランケンのあまり重要でない街の一つになっていた。1928年に NSTP の都市グループを組織したのは1920年に入党したアドルフ・マイヤーであった。1934年に国家労働法師団のキャンプがランゲンツェンに設けられた。 1935年にこの施設にアダムクラフトという名称が付けられた。ここには18歳から25歳の兵営駅前の若者が6ヶ月間法的に定められた労働奉仕に従事した。1936年3月30日、病院内に防空学校が設けられた。これは空襲時に町の住民が適切な対処ができるようにするためのものであった。 オーストリアをドイツ国に併合するための国民投票前の選挙演説でガウの指導者でシュッティュルマー編集者のユリウス・シュトライヒャーはマルクト広場をアドルフ・ヒトラー広場と改名することを提案した。都市文書館ウルリヒは1938年4月10日の選挙についてこう書き記している投票した者は皆相当に邪を投じるものであることに気づいていた。 投票数1692票のうち反対票はなかった。ヒトラー・ユーゲンの施設建設は1938年5月21日に始まり1942年に完成した。ヘルマン・ゲーリングはこの施設を様々な催しのために HJ に検定した。この施設は1945年4月16日に進行してきた連合国軍によって破壊された。 その場所に1948年にカトリック教会が建設された。第二次世界大戦中、まずは空爆の脅威にさらされた北、ドイツからの女性や子供がランゲンツェンに移り住んだが、やがてニュルンベルクやフールトからも疎開がなされるようになった。終戦時には約2500人の避難民がこの町にいた。ランゲンツェンでも何度も空襲警報が鳴り響いた。 いくつかの建物が爆撃によって消失した。1943年からニュルンベルク秘密警察はランゲンツェンに外国人用の懲罰労働収容所を運営していた。ポーランド、ロシア、西ヨーロッパの囚人は主にレンガ作りやその他の仕事に従事させられた。ここではひどい虐待を受けながら過酷な肉体労働を強いられた。衛生環境や 囚人の栄養状態は劣悪であった。収容された人数は明らかでない。少なくとも100人が死亡している。虐待の罪でこの労働収容所を管轄するニュルンベルクフィールト警察署長で新英体大将のベンノ・マルティンが告訴された。彼は1949年11月14日にニュルンベルクフィールト地方裁判所によって無罪とされた。ランゲンェンは 1945年4月16日にアメリカ軍に占領された。わずかなドイツ兵は街の外に移動したため、ランゲンツェン自体では戦闘はなされなかった。これとは対照的に新兵隊が捕虜を築き、ドイツ国防軍の兵士が住む住宅があったノイホーフはほぼ完全に破壊された。連合国軍はツェングルントに戦争捕虜収容所を設けた。ここには、 最大6万人が収容された。この施設は早くも1945年5月8日に解消された。2003年の健康改革以降の市の財政負担増加を理由に市議会は病院閉鎖を決議した。1994年に最後のリノベーションが行われた病院は20床を有していた。病院は 会員から625年後の2007年10月30日に閉院された。2009年に病院基金の老人養護ホームの閉鎖が続いた。改修と改築がなされた後、かつての病院は新たな視聴者となった。5期の風力発電機を有するビュルガービントパルクの建設が準備されていたが、バイエルン州の財務、地域開発担当大臣、マルクス・ゼーダーが、 バイエルン州にこれ以上の風力発電所を建設することを事実上当面禁止したため、許認可権限を持つ地方当局はその承認を拒否した。ホルバフ派ランゲンツェン東部のこの集落の最初の文献記録は1316年のニュルンベルク聖クララ修道院の土地台帳になされている。教会や学校の組織上では古くからランゲンツェンに属していたが、 1808年に独自の自治体ホルバフ派が成立した。これには、ゲッカースホーフ、ハウゼン、カーゲンホーフ、ラインドルフ、ゼッケンドルフが属した。ファイツブロンに移管されたラインドルフとカードルツブルクに移管されたゼッケンドルフ以外は、ランゲンツェンに1978年に合併した。カイデンツェル・カイデンツェルは、ブルクグラーフェンホーフ及びランゲンツェンの南、ディレンベルクの北に位置している。 最初の文献記録は1365年頃にキーデンゼルと表記されている。30年戦争でこの集落はひどい傷を受けた。1632年から1660年までこの集落は不毛な状態であった。教会も破壊された。1808年に自治体カイデンゼルが成立し、ブルクグラーフェンホーフ、ハンマーシュミーデ、クラウスホーフ、エーデンホーフ、 シュティンツェンドルフ、ビッティングホーフもこの自治体に属した。1978年5月1日、この自治体はランゲンツエンに合併した。キルヒフェムバッハキルヒフェムバッハは、1150年頃に初めて文献に記録されている。それは、バンベルクのミヒールスベルク修道院の修道院長と、ビュルツブルグ司教との間の協定、エッケイハートでベンバックである。 18世紀初めまでこの集落は、エムス・キルヒエンに属していた。30年戦争で荒廃した後、1648年には、かつての24個のうち、7個が居住しているだけであった。1808年に、政治上の自治体キルヒフェムバッハが成立し、ハーゲンミューレとハンマーミューレがこれに属した。1972年1月1日にこの自治体は、 ランゲンツェンゲにに合併ししたこれれれ以後保護文化財に指定されててていいいる校校舎は学校として使われていないラウベンドルフ1237年にルビンダーフとして初めて記録され、その後ラベベンドルフと表記されているラウベンドルフはランゲンツェンの西、全川の上流にキロメートルに位置している。千四百七年にラウベンドルフで最初の教会区が記録されている。 フリードリヒ一世フォンブランデンブルクによって開始されたバンベルク制道三次会との交易はランゲンツェンアウグス地の会修道三次会の所有地内にラウベンドルフ教会クレー園をもたらした。こうした背景からラウベンドルフは1525年以後にプロテスタント化された。この集落は30年戦争で多くの軍隊の通り道となり略奪や放火が繰り返された。 ホルバッハやクラインデンツェルと同様に、ラウベンドルフも1808年に独立した自治体となった。この自治体には、ラウベンドルフの他に、エルラハスキルヒエン、ハルトホーフ、ハイナースドルフ、ローエが含まれた。1822年に、ラウベンドルフは、カードルツブルク主席司祭区から分離され、マルクとエルルバッハ主席司祭区に移された。1972年7月1日、 ラウベンドルーフは地域再編に伴ってランゲンゲツェンに合併した。ランゲンゲツェンの人口推移。上の黒線と紫色の面は現在ランゲンゲツェン市に属す地域の人口。赤線は各自点の地域における人口である。ランゲンゲツェンの人口は第二次世界大戦後に故郷を追われた人々によって増加した。それまで福音主義が主流であった。この町に 約1000人のカトリックの新市民が定住した。第二の大きな人口増加期は1972年と1978年の地域再編によるもので、これにより、キルヒフェムバッハ、ラウベンドルフ、カイデンツェル、ホルバッハが合併し、ランゲンツェーンは現在の地域となった。1990年代は流入する人口の増加と高い出生率の 組み合わせによって人口が増加した。二十一世紀の初め、ランゲンツェンの人口は平均零点二パーセントとわずかに減少した。ランゲンツェンに移転してくる人も多いが出生率に比べて高い死亡率を補うほどではない。二千八年以降、人口の変動はわずかである。ランゲンツェン市長者ランゲンツェン市長はバイエルン州市長損法に従って直接選挙で選出され、 1973年から CS の候補が当選している。CS は市議会においても最有力政党である。ランゲンツェンは、ドイツ連邦議会選挙ではフィルト選挙区に属している。ランゲンツェンの市議会は24人の議員で構成されている。2008年3月2日の市長選挙で、ユルゲンハーベルは50.0%の票を獲得して当選した。 この選挙の投票率は69.8%であった。2014年の選挙では対立候補はイレーネ・フランツだけであった。この選挙でハーベルは63%の票を獲得して再選された。この選挙の投票率は64%で2008年の選挙と比べわずかに減少した。ランゲンチェンの歴史上の市長は以下の通り、ビンダーは 連合軍が侵攻してくる前に逃亡したため、アメリカの軍事政権は1945年に、まず司祭のハンスオット、その後ヨハン・バルター、パウル・ロッター、ヨハン・ヘルトラインを主張に据えた。ヘルトラインは1946年に選挙を実施した。ズガラ、赤字。銀色と黒で4分割に塗り分けられた両剣の頭部。その下に、銀色と黒のマントが描かれている。これは、 1384年にこの集落に授与された、ホーエンツォレルン家・ニュルンベルク上博の大門章に合致する。クロスター・ホーフ・シュピール・ランゲンツェン・ EV は、毎年夏に、クロスター・ホーフで、野外演劇、特に子供劇、クロスター・モイゼを上演している。6月から8月の演劇シーズンには、モリエール、ゴルドーに、シェイクスピアといった作家の喜劇作品が上演される。 この教会は1981年から存在している。この他に有限テアタークラブクラッペがあり、2013年にランゲンツェン文化豊富でディーベレを上演した。同じく修道院の中庭でザックス・シュピールグルッペランゲンツェン EV は毎年3回ニュルンベルクの靴職人で詩人のハンス・ザックスの物語を上演している。ランゲンン5 0年祭を記念して、 2004年にカイザーシュピールが再演された。これは954年の王国会議をテーマとした作品で前年記念の際に初演された。劇団10周年を記念して2006年にフーゴ・フォン・ホフマン・スタールのランゲンツェナー・イエダーマンがガブリエール・キュフナーの演出により、 新しく整備されたマルクト広場で上演された。ランゲンツェン郷土博物館郷土博物館は1957年に開館した。1976年から市協会のほかにゼンハウスでの常設展示が行われるようになった。展示品の増加に伴い隣接するフローンフェステも展示スペースとして用いられるようになった。展示されているのは 例えば恐竜の足跡などのツェングルントの戦士時代の出土品、ローマ時代にランゲンツェンで鋳造された高架やこの地方独自の装束などがある。この他に毎年入れ替えられるランゲンツェンの歴史に関する特別展示がある。ランゲンツェンはアウグスチノ会修道三次会の修道院施設によって知られている。この建物は1409年建造で、 よく保存された回廊を有している。この修道院は、ニュルンベルク城白ヨハン三世とフリードリヒ六世によって創設された。この修道院は、1460年に襲来した軍隊によって破壊されたが、その8年以内に再び修復された。ここは長年の間、黒い聖母の巡礼地であった。世俗家と1537年に、 最後の修道院長ブルガンが死去したことで、ランゲンツ園における修道院組織は終焉した。その後この修道院には、辺境博の管理人が住んだ。1560年から1801年までは、教区監督の役宅として利用され、1797年から1806年まで、プロイセンの廃兵員に用いられた。 その後学校の校舎として利用された後、1950年に修道院内に教区事務所及び牧師住宅が設けられた。住居の改修の際に毒性のある防腐剤が使われたため、長年の間教区事務所だけが利用された。現在牧師住宅はクロスター法フで上演する演劇グループの楽屋として利用されている。ラン,ゲンツェン修道院市教会は、 フリードリヒ5世によって設立され、1369年に完成した。担当のファサドを持つ3老式バシリカのコンセプトは、ベーターパーラーの設計によるとする指摘がある。新郎の丸窓は、塔の南壁にあるものだけがオリジナルのトレサリーを有している。この様式は、フランケンでは珍しいものである。1409年からは、修道院教会となり、 回廊の南に繋がっていた。修道院の近域にあたることから、北の入り口はもはや使われていない。現在この教会堂は、福音主義の教区教会である。ラウベンドルフ地区の聖ゲオルクス教会の起源は14世紀半ば頃で、1407年に最初の記録が残されている。この教会は1488年に最初の改修が行われ。 その年号が入り口に記されている。見どころは、ゴシック様式の先頭アーチ型の窓と、ゴシック様式の内人室である。1936年に、上塗りの下から発見された壁は、15世紀に描かれたものである。聖オルクの木像は1500年頃の作品である。1688年製の講談や、1699年製の アライライバンも注目すべきである。都市防衛施設は14世紀に建設された。一部が現存する、死壁跡の他に、ザンクトゥスモン、または、フルーラーモン、シュライバースモン、ウンテーレモンと、オーベレモンがあったが、これらは、林電島と共に1875年から1891年の間に、当時の都市美化協会の呼びかけに応じて解体された。 1966年にバルト島またはフックス島も破壊された。林伝島だけが1954年に千年祭を記念して復元された。旧市庁舎1727年の砂岸星、キリー市建築であるプリンツレー原点広場の旧市庁舎の設計はヨハンダーフィトシュタイングルーバーによるものである。1720年の火災後にあたるこの時期に建設された。 いくつかの旅館や住居も現存している。キルヒフェムバッハの福音主義教会は、11世紀、ロマネスク様式のコールトゥルムキルヒエで、一部が、ゴシック様式に改築されている。マリエングロッケは13世紀、他の2つの鐘は14世紀と15世紀に、制作されたものである。この教会は、14旧南聖人の一人である聖、ファイトに剣道されている。 バイエルン州統計局の売上税統計は2016年現在ランゲンツェーンには合計508社の売上税支払い義務のある企業が存在し製品とサービスを合わせて5億7600万ユーロ以上の富を生み出していることを示しているランゲンツェーンはチルンドルフ、カードルツブルクに次いで軍内14市町村中第3位の地位を占めている負債は 一人当たり1452ユーロである。2014年時点で5386人の納税者が住んでおり、納税者一人当たりの平均収入は35071ユーロと計算される。ランゲンツェーンは連邦道 B8 号線に面しており、これを使ってニュルンベルク、フィールト大都市圏へ非常に良好にアクセスできる。軍道 U11 号線は、西は、 ガウフスミューレ付近で B8 号線のインターチェンジに繋がっており、北東はキルヒフェムバッハに至る。海遊17号線は、南西は B8 号線のインターチェンジを越えて、ブルクグラーフェンホーフへ、東はゲッカースホーフをかすめて、ラインドルフに通じている。市町村連絡道は、エルラハスキルヒエン近郊の B8 号線、ホールバッハ、アリツベルク、クラウスホーフへ向かう。 セングルント鉄道は1872年に初の近郊鉄道として建設された。この鉄道はフィルトとマルクとエルルバッハとの間を1時間間隔で運行している。本市の市内にはランゲン線東部のランゲン線、西部のハルトホーフ及びラウベンドルフの3つの駅がある。ニュルンベルク・ビュルツブルグ線はキルヒフェムバッハ付近で本市の地域をかすめて通っている。 新しい通知によれば、DB レギオフランケンは、ミッテルフランケン鉄道という名称のもと、この路線に、バウライエ648の車両を運行させる。1日5便、ランゲンツェン、カードルツブルク、アンメルンドルフを結ぶ地域バス路線136号が運行されている。152号は、カイデンツェルト、シュティンツェンドルフとキルヒファルンバッハ、カードルツブルク、 ツルンドルフ、オーバーアスバッハ経由で結んでいる。週末には、夜行バス路線、N22 号、フィルト、ランゲンツェン、ビルヘルムスドルフが運行している。市域内の公共近郊旅客交通は、2011年から市民バス、ランゲンツェンが運営している。この市民バスは6つの異なる路線を1日何便も運行させているが、これは、ランゲンツェン自身と、 周辺地域に限定されている。すべての路線はラン,ゲンツェン駅を起点としている。運転手は市のボランティアであり、フェラインビュールガーブスラン,ゲンツェン EV によって組織されている。レンガは16世紀からラン,ゲンツェンで作られていた。非常に開放的なレールベルクトーオン層がその不可欠な原料であった。戦後の4つの大きなレンガ製造所のうち2つが現在も 陶器を製造している。かつてのシュタトリンガーレンガ工場は、ハノーファーに本社を置くコラミックダッハプロデュクト、GMBH&CO、KG に属し、ビーナーベルガーグループの一部となっている。1897年からレンガが製造されていた、工場敷地は、主有ラン原前の北東端、キルヒフェムバッハよりにある。ゼングルントの向かい側では、 バルターダハ・発イーゲル GMBH が1878年から屋根レンガを製造している。2005年7月1日からビルスハウゼンのヤコービトーオンベルク GMBH の子会社にあたるレンガ工場がある。フェルバッハに本社を構える金属製品材料販売のハイネ・バイスベンガーはランゲンツェーンとブルクグラーフェンホーフとの間に支社を有している。ランゲンツェーンは 絨毯洗浄や泥よけマットのレンタルに特化している特殊クリーニンググループのアム GMBH の本社所在地である。その子会社はインターネットプラットフォームを利用して足拭きマットの具体的なデザインをオンラインで受注している。パッキングの製造業者エルリングクリンガー AG は国際的に活動している自動車部品メーカーである。機密部品の製造所が ランゲンツェーンの中央に位置している。アリア、チューニングウントデザイン AG は、ルノー及び日産のチューニング専門業者であるが、フォルクスワーゲンや、タチアも一部取り扱っている。この他ランゲンツェーンは、ゲルナーヌッツファール・ゾイゲの本社所在地である。この会社は、ヤマハ・ r 6、カップドライバー、ヨハネス・カンツラーの契約スポンサーとして知られている。家庭用電子機器製造業者、 クリスティアン・シュバイガー GMBH は1946年の設立以来、ランゲンツエンに本社を置いている。この企業は、ボックス、インターナショナルグループの参加企業である。ミニシュテックは、1965年から、H&W ゴッドバルトイコールベト、GMBH&CO、KG がキルヒフェムバッハで製造している。このモザイク編は、 射出成形によって製造されている。ランゲンツェナーミットタイルングスブラッドはローカル紙とともに各州で34年間刊行されている。青少年センターアルテポストランゲンツェンの学校教育は1439年にまで遡る。ランゲンツェンにはギムナジウム、実家学校、中等学校、基礎家庭学校がある。基礎家庭学校、 中等学校1967年の国民学校分割後、この町には基礎家庭学校と中等学校が一校ずつ存在する。2017、2018年には基礎家庭学校及び中等学校を合わせて597人の児童、生徒が在籍していた。ボルフガング・ボルヒャートイコールギムナジウム、ボルフガング・ボルヒャート修レは1984年に ハルデンベルクイコールギムナジウムフィルトの分校から設立された。生徒数822人はオーバースバッハのディートリヒボンヘッファーイコールギムナジウムに次いでフィルト軍で2番目に大きなギムナジウムである。1986年建造の新校者はすでに4回拡張され1179人が在籍可能である。生徒は言語学と数学、 自然科学とのどちらかの分野を選択することができる。2008-2009年に学生の昼食を提供するメンザが校舎と一体化された。2010-2011年の学校シーズンには1060人が在籍していた。G 級の廃止後、2012-2013年シーズンの学生数は844人であった。2017 18年シーズンの学生数は822人。2019年10月1日、現在の学生数は765人である。実家学校2009年まで実家学校は、フュールトやツルンドルーフに通学する必要があった。2009、2010年の学校シーズンの初めに、ミッテルシューレ・ランゲンツェンと共同で、軍で2番目の実家学校がランゲンツェンに設けられた。初めは、 チルンドルフ実家学校の文校として発足した。その翌年から実家学校として独立した。2010、2011年シーズンの学生数は168人であったが2014、2015年シーズンに6学年が揃い23クラス609人がこの学校に在籍した。2019年10月1日現在は22クラス548人が 在籍している。幼稚園、保育園最初の幼稚園は、1857年に、幼児の保育園として開設された。1963年に、カトリックの聖マリエン幼稚園が設けられ、その後福音主義の2つの幼稚園プステブルーメ、幼稚園と、霊言暴言幼稚園、及び私立幼稚園が開園した。1歳から6歳までの児童には1994年秋に、 設立されたホルト保育園がケアを行っている。2017年の幼稚園、保育園の受け入れ可能人数は合計544人で、実際には481人が通園している。TSV ランゲンツェンは1894年に設立され、例えばバスケットボール、テニス、サッカー、水泳など15部門を有している。SV、ブルクグラーフェンホーフには、 12のサッカーチーム及びフィットネス部門や演芸部門がある。SF ・ラウベンドルフには19のサッカーチームの他にフィットネス、都市体操、ウィンタースポーツ部門がある。バッサーバハとオルツグルッペ・ランゲンチェーンは毎週水泳教育コースや水泳トレーニングを開催している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。